アナメイロサマーライブ、アナメイロサマーライブ、アニメロサマーライブは、ドワンゴ、メイジェスと文化放送と、BS 富士が主催する、世界最大のアニメソングのライブイベント。2005年より、毎年開催されている。通称は、アニサマ。ドワンゴが、携帯電話向けアニメソングコンテンツ配信サイト、アニメロミックスでの着歌配信に向けて、現場検挙託を、 アニメソングメーカーから得るべくプロモーションイベントとして、アニメング専門のフェスティバルを計画、2004年にアニメロミックスの CM ソングを担当した奥井正美が協力を開拓しその他、井上俊二、影山博信、三島明夫、矢吹と白らの協力を取り付け2005年に開始。出演者は、いわゆるアニソン歌手や声優、歌手活動、または、 特定作品関連のキャラクターソングを歌う、いわゆる声優ユニットなどが中心で、レコード会社やレーベルの枠を超えて多数出演している。ライブで歌う曲はアニメソングだけでなく、ゲームや特撮の曲、オリジナル曲も含まれている。また、毎年ライブ参加アーティストの一部のメンバー名義によるライブ用のテーマソングを作成している。 異なるレーベルに所属しているアーティストのセッションが目玉の一つとなっており、特に毎回ライブの一曲目は複数アーティストによるセッションから始まることが恒例になっている2012年2日目、2014年の1日目は除く。2007年までは奥井雅美と女性アーティスト1名がデュエットするのが定番であった。アニメソングを歌う一般アーティストも出場しており、 アイナイリナ、MOVE、AAA、中川翔子、大月健治、ギャクト、桃色クローバー Z なども出演している。前述のように様々なレーベルに所属するアーティストのライブのため、映像化の際には、版権や契約などの都合上カットされる曲が存在する場合がある。なお、2005年のみ映像化がされなかった。2010年から事前公表されていない。 アーティストのシークレットでの参加も活発になってきている。また、2011年の T ・ M ・レボリューションのように協力や講演に参加していない音楽レーベルの契約アテイストの参加の手段として使われる場合もある。演奏は生演奏が基本であり、自分のバンドやダンサーを持っている出演者は一緒に出演することが多い。またバンドを持っていない出演者の曲は 毎年選ばれるアニサマバンドが演奏しする子が多いが、2014年頃からは音源再生になっているアーティストもいる。2010年のアニサマガールズナイトを皮切りに派生イベントも多数行われている。同種のイベントにアニマックスブロードキャストジャパンが主催するアナマックスミュージックスがあるが、2014年2015年度開催分のアナマックスミュージックスに当時、 メイジスが運営していたアナメラライブが共賛していたり、以前、当イベントにアニマックスが講演していたことがあるなど、友好関係にある。2018年現在、ドアンゴの完全子会社であるメイジスと文化放送 BS 富士による共催という形で開催されている。ドアンゴグループと文化放送グループは、 当初から主催者となっているが、ドワンゴサイドの実際に企画する企業が幾度となく再編されている。アナメイロサマーライブ2013フラグナインマイナス3日目の終演時に発表された。アナメイロサマーライブ2015ザゲートマイナス3日目の終演時に発表された。2007年のライブ開催発表と同時にニコニコ動画内にアニサマチャンネルが開設された。 毎年のライブの関係動画が随時配信されている。2009から10年にかけて、キッズステーション他で、前年のダイジェスト特番を放送し、その4年後の2013年から2017年まで、NHKBS プレミアムにて、ライブ本編を複数回の特番として、再び放送。この他2014年からは、BS 富士、ジャパコン TV シリーズにて、 出演歌手やスタッフへのインタビューを中心とした密着特集。2016年から17年は BS スカッパーにてスタジオインタビューを中心とした特集組を放送。2018年からは BS 富士にてライブ本編の特番。富士テレビではスタジオインタビューを中心とした特集番組を放送予定。主に毎年3月頃にその年のテーマ曲や 出演歌手第1弾等を発表する記者発表会を実施。プロデューサーと第1弾発表出演歌手の一部が出演する。2010年から12年にかけてはニコニコ生放送で会見の様子が配信され、2015年以降は総合アニメイベントアニメジャパンのステージイベントの一環で公開会見として行われている。初回の2005年分を除き、 毎年3月頃に前年開催分のブルーレイ2009から2013は DVD と波売り2006から2008は DVD のみを発売している。1日あたり1商品となっており、各2枚組で前半と後半に分かれている DVD は3枚組。権利の都合で一部楽曲、アーティストが未収録となる場合がある。 初回限定版には次回開催分のチケット、最速先行受付シリアルナンバーが封入されている。2014年以降は、メイジェス、ランティス、キングレコード、ソニーミュージックエンタテインメントの4社で、共同制作、ブルーレイのエグゼクティブプロデューサーは4社の代表者、連名しており、発売は、アニサマプロジェクト 20XX、開催年号を名義、販売は、メイジェス、 以外の3社で毎年持ち回りで担当している2014.2017はランティスバンダイビジュアル2015はソニーミュージックマーケティング2016はキングレコードなお2006はキングレコード担当の愛とビクターエンターテインメント担当の E に分かれ2007はランティス発売キングレコード販売2008から2013は キングレコードが担当した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。